Stop it. Get some help. さあ、ここからは最近増えた新ボス、マガツミタテナルカミノミコトに僕たち2人で挑戦していきたいと思います、うん、はい。さあ、じゃあやっていくんですけど、どういうパーティーでいきます？まあ、前野さんとちょっと話し合ってたんですけど、はい、まあ、せっかくね、ライデン将軍の伝説にもになってたんで、ね、まあ、僕、うん、ライデン将軍とあとはもう無敵のいっぱい凸されているナナちゃん、いっぱい凸されているナナちゃんを使います。じゃあ俺は勝利と今回綾香でいってみたいと思います。いいですね、行きましょう。じゃあ行きましょうか。ウィス、いざ、ゴー。さあやっていこう。はい。おー、ライデン将軍だ。早っ、読み込み。来た。綺麗だ。にゃゆん。そうです、にゃゆゆんです、僕。収録でした。さあ、行くぞ。もう、打っていきますね。オッケーオッケー。ガンガン行こう。あれ、どこだ？動き早いね、やっぱりね。早いんですよね。たまに見失う。やっぱ人の姿と同じぐらいの大きさだと。元素爆発ってガンガン回るわ。ありがてえ。どこだどこだどこだ、ここにいます。ここだ、柱のとこか。へいへいへい。すごい、すげえ勢いで見てるな。これもしかしてもう終わっちゃうかもしれないな。すげえ勢いで入る。あ、どこ、あ、いた、消えたぞ。いますいますいます。オッケーオッケー、正面シールドあるか。すごい、ずっと沢城さんの声してる。さあ行くぞ。あ、変わるかも、バージョン変えるかも。本当だ、変わる。あとちょっとなのに。ここからが勝負だ。出た。削り切れなかったな。まあでも大体削り切れないんだろうけど。これね、幻想スキル、うん、あれなんですよね、ちょっと。あ、そう、持ってかれるんだよね。そうなんですよ、幻想エネルギーを持ってかれちゃうんで。さあさあさあ、あ、でもこれ殴ってたらいけそうな。いけそうだよね。あ、あ、後ろに、後ろに移動するな。動きが早いね、やっぱり。そうなんですよね。さあ、切ろう。幻想爆発切って、あ、終わりそう。あー、移動すな。移動、どこだ、移動すな。あー、はるか遠くにいる。あ、待て待て待て、これ、これ、あ、やばいやばい、これ、これ頼む頼む、先生、俺、あ、オッケーです。先生、先生、ありがとうございます。ライデン将軍、ナイス。さすが、これ危ないよね。これマジで怖い。ゾッとしますよね。これはマジ危ない。見切りました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 。あ、かけて、オッケーオッケーオッケー。あ、もうあとちょっと、あとちょっとが長いよ。終わってくれ。イエーイ、やったー。ほぼノーダメでいけましたかね。いけましたね。オッケー、さあ報酬をもらいましょう。僕はね、もうもらっちゃったんですよ。本当ですか。俺、もらっちゃってください。初報酬でこの時のために取っておきました。何が出るかな、出るかな。お、お、いいですね、バラバラ。さあ、あ、でも、まあ、防御力、ただ4風開始で会心率はあるから、まあ、まあ、でもなーって感じかな。まあ、ワンチャン力そんなないっすね。肩、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 肩はないのか、欲しかったな、肩。さあ、そんなこんなで無事に、はい、今回は魔が積み立て鳴神の御事にチャレンジしてみました。無事に倒すことができました。さすがでしたね、ありがとうございます。